皆さんこんにちは。月1回の、はい、BDS レポートプラスっていうね、業界誌の、まあ、この中のね、記事をご紹介するというコーナーでございます。普通には売ってないので、いわゆるバイク屋さん、しかも BDS の会員の方じゃないと入手できないという本でございます。ですのでね、内容的にも、まあ、いわゆる業者向けなんですけど、でもやっぱりほら、そういうのもちょっとね、どんなことが書いてあるのかなっていうのは気にならないですか？普通に売ってる本社興味ないですか？ね。はい。中古二輪車ビジネス情報誌っていうことでね。はい。まあ見出しいろいろあるんですけど。で、私ちょっとね、これ、今初めて開いてます。はい。だからちょっとね、お付き合いいただければなと思いますけどね。はい。例えばですね、まあオークションのまず結果、まずこっから始まりますね。やっぱオークション会社ですから、オークションの結果ね。で、9月の分です。9月のね、2ヶ月前、どうしてもそうなっちゃいますよね。これ、編集してる都合上ね。9月のあれになりますけど、で、こういうようなね、柏の森会場ってこういう感じでね。で、モニターが一個一個あって、そして、ポスティングシステムって、ここにポスシステムっていうのかな、まあ、ポスティングシステムですね。ここに天気みたいなのがついてて、で、ボタンが ABCD ってあって、で、そのボタンを押すことによって入札するっていうね、ものでございます。で、一応ピックアップとしてはこんな、車種がこんな金額になりましたよ。RVF7 班、RC4 号ですよね。538万円。ね。はい。そして、関西会場と九州会場も実はございます。関西会場では、ワルキューレルーン。これかっこいいですよね。240万と4000円になってます。さらに、九州会場では MT10SP。ね。MT10 の SP が150万円になっているというようなことでございます。そして、あとは、飲みの市オークションっていうのがございまして、まあ、飲みの市っていうのは、現状者っていうね、評価が入らないです。はい。だから要は、検査しないね。通常はオークション会社で検査するんです。で、エンジンが何点、前足が何点、外装が何点、リア足が何点、電装保安部品が何点、そして車体が何点、みたいなね、つけるんですけど、それが一切つかない。要は現状車。いわゆる、例えばね、事故車とか、あと、まあ、水没した車両もそこに入るのかな。あとですね、要は、もうずっと放置してあってエンジンもかかんないし、みたいなね、車両もあります、中には。で、掘り出し物もあるかもしれない。あと、ちょっとこれは、普通には出せないなっていうのをここに出すとかね。そういうのもあります。はい。だから、まあ、現車をちゃんと確認して、これはいいな、と思うものをみんな買うっていうことになりますけどね。飲みの市オークション。では、九州の飲みの市では、RVF7 班。やっぱこれもそうですね、RC4 号ですね。260万になったそうでございます。あとですね、お宝パーツオークションっていうのがございまして、この、いわゆる部品のオークションがあるんですよ、実は。ね、部品のオークション。で、それですね。そちらが柏の会場で金曜日にあります。Z2 純正マフラーっていうのがあります。40万と2500円。未使用品なのかな、これは。じゃないのかな。違うと思いますけどね。未使用品だと思うけどな。まあ、そんなのがね、なってる。1本10万だね。4本あるから。ね。はい。そして、ですね。10月4日に、まあ、ハイエストプライスってことで、過去、全部。ね、過去全部。BDS の落札がね、一番高かったのか、そうなの？違うよね。もっと高いのあるよね。わかんない。どうだろう。RVF7 班 R ね。RC4 号、RC30。みんな RC ね、さっき4号だしね。RC30 ですね。RC30 が1054万円で落札になった。走行距離4キロ、総合6点ですね。はい。1000万超えで会場内にどよめきっていうね。これね、VFR7R だから、どよめいたんだと思います。はい。そうじゃなければ、1000万超える車両って実は、ありますよね。例えば、NR とかね。NR の、ほんとピカピカの NR が出れば、1000万超えると思います。はい。やっぱりそれはね。あと、RC213VS でしたっけ？ストリートモデルのね。あれが出れば、おそらく1000万余裕で超えると思います。うん。だから、まあ、どよめくはしないけど、例えばこれ Z2 の、関係の車両が出たと。関西検査庁のね、まだね、日本で一回も登録されてない車両というのは、もし、そんなのが出たら、1000万をはるかに超えて、行くんじゃないですか。もう手に入らないから。絶対に手に入らないわけだから、それは。そう、関西検査庁なんて、まず出ないでしょ、うん。登録しない、もちろん登録も二度としないで。てか一回、絶対もしないであるでしょうけどね。はい。さあ、日本の最新技術や未来を体感ということで、ジャパンモビリティショー。っていうのがね、まあ開かれるっていうね、あれが書いておりております。はい。ちょっと記事がね。で、
ステマ体制で何がどう変わるとかね、まあありますけど、インフルエンサー300名にアンケート、全体の 45% がステマ依頼を受けたと回答でございます。ステルスマーケティングってことです。そうです。ステルスマーケティングのことをステマというそうでございます。で、それがね、規制、ステマ規制っていうのがね、かかるみたいです。10月1日より、ステルスマーケティングは景品表示法の規制対象となったと、いわゆるステマ規制。消費者が広告であると認識できないものが該当する。消費者が広告であると認識できないもの。どんなんですかね。はい。よくね、これは CM です。ドラマとかね、ドラマとか CM 流れるといきなり、そのドラマの出てきた人はそのまま、なんかやってる。ドラマみたいな、ドラマ仕立てで。で、これは CM ですなんてね、入れたりしてね、やったりしてますけどね。はい。今までは規制する法律がなかったが、今後は違反すると罰則が課される場合があると考えております。はい。インフルエンサー300名にアンケート、全体の 45% がステマ依頼を受けたと回答しておられますと。ね、インフルエンサー300名。ね、景品表示法について消費者庁は、景品表示法第5条、第3号の規定に基づき、ステマを一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示と定めていると。口コミのいわゆるやらせ投稿は不当表示となり、景品表示法違反となる。実質的には広告なのに一般消費者が広告であると認識できないものが該当する。代表的な例を挙げてみよう。自社で扱っている商品を EC サイトで販売したとする。その商品に対し、好意的で高評価なレビューを掲載するために、スタッフが消費者を装い、コストパフォーメンスに優れた素晴らしい商品などと投稿したとする。これは明らかな NG 行為となる。ここ数年増えているのは、企業が商品やサービスに関する記事を、その分野において影響力のあるインフルエンサーに SNS などで PR してもらう手法。こうした広告活動自体は NG 行為ではない。問題なのは前述の通り広告であることを伏せること。これがステマ規制の対象とみなされるのだ。また企業によるインフルエンサーの投稿内容への関与の有無もポイントとなる。両者における過去の関係から遡り、具体的な依頼内容や対価の問題など、両者の関係性や具体的なやり取りなどの情報をもとに判断されると書かれてございます、ね景品表示法について消費者庁は、景品表示法第5条第3号の規定に基づき、ステマを一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示と定めている。つまり逆に言うと、広告であることを表示すれば判別は困難ではなくなるということになる。これは CM です。入れるってことでしょ、ね。消費者庁は景品表示法とステルスマーケティングに関する実態調査、ヒアリング調査、アンケート調査を行った。アンケートは現役のインフルエンサー300名に実施したものだが、その中にステルスマーケティングを広告主から依頼された経験はありますかという質問がある。これに対し 41% がはいと回答しており、そのうち 45% がその依頼を受けたという。だから大体 20% ぐらいの人はそれを受けてるってことですかね。ヒアリング調査については、広告主が不正レビューの投稿の指示を行うことはあるのかの問いに対し、得られた回答の中から一部抜粋し紹介する。最近の不正レビューは、ブローカーを通じて SNS 上で消費者を集め、それらの消費者に不正レビューを投稿させる場合が多い。消費者に実際に商品を購入させた上で、商品代金を不正レビュー業者が全額負担し、消費者自身にレビューを投稿させるものも多くなってきている。この手口は実際に商品を購入するのが普段は普通に買い物をしている一般の消費者であり、不正レビューのために作成されたアカウントではないことから検出することが難しくなってきていると。二輪業界で車両パーツの輸入販売や二輪関連企業を中心に製品プロモーション全般を請け負う広告代理店の A 氏に話を聞いた。弊社の主力業務は販促プロモーションです。メーカーからの依頼も多いのですが、その理由はメーカーではなかなか SNS を使ったプロモーションを自社で展開できないからです。キャスティングや撮影など丸ごと受けてしまうこともあります。クライアントからは大概、インフルエンサーの〇〇さんに頼みたい、〇〇のウェブニュースに掲載したいという要望を受けると A さん。アドバイスをしつつ、その要望は積極的に取り入れてきたという。例えばインフルエンサーに実際に製品を使ってもらい、〇〇を使ったけどすごく良かったなどと書いてもらいました。以前は、あれ？ちょっと待って、おかしいな。飛んじゃってる？以前はこれが普通でしたが、今後はそこに PR など、広告とわかる表記を入れなければならない。そうすると価値が一気に下がってしまうんです。でも法律は守らなければなりません。正直葛藤していますが、まだまだ線引きが難しいというか、結構グレーな部分もあるので、そこがどうジャッジされるのか。今後の状況を注視しつつ、効果的な対応を打ち出したいと考えています。ね、違反者には消費者庁による措置命令がですね。
では二輪販売店はどのように関係するのか見ていこう。自動車公取協は消費者相談窓口に苦情相談として多く寄せられる中古車事業者の口コミについても高評価ばかりであるなど、販売店によるやらせ投稿の疑いがあるものが見受けられると発表している。まずいかな、うち。私、あの、好意的にね、入れてくださる方もいらっしゃるんですよ。その方をダメだとは言えないでしょ。ね。そうなると、やっぱり 3.8 とか9がいいかな。ね、ね、あれでしょ。だから、あの、星一つっていう、あの、貴重なんですよ。ゴミ屋敷だ。あれ非常に、あれなくなっちゃったらやばいんですよ。高評価じゃないんだもん。そうしたらもう、5と4しかなくなっちゃう。あ、2がある。2が、1件2がある。よかった。ね。自分で2とか入れなきゃいけないじゃん。そしたら。ね。それ変でしょ？それも変なんだけど。うん。だからまあ、うちはね、そんなこと言われるまだそこの、それまでのあれになってないからいいんですけど、大きい店じゃないからね。うん。これらの問題については、二輪関係者においても懸念されるところではあると、見解を明らかにした。ね。口コミね。だって、モーター評価いいんだもん。4点いくつとかなんだ。ああ。あれはでも、あれはね、あれなんですっていう人いるでしょ。そうなんですかなんてね。あれはあれなんだよ。そうなんだ。ね。はい。また、ステルスマーケティング規制の運用基準等を参考にし、口コミ投稿に事業者が関与しないと、不当表示とならないよう注意し、適正な表示を行うようお願いしたいとしている。また、公取協は、口コミで不当表示となる恐れのあるケースとして、次の2点を挙げている、ね。ケース1。掲載店による事前投稿です。消費者になりすまして、掲載店自らが高評価の口コミを投稿、またはユーザーに代わり投稿、代理投稿ね、はい、するなど、販売店が、投稿内容に関与している。ダメですね。はい。入れてください。とかね。だから、本当は、あれもダメなんだよね。YouTube とかで高評価、グッドボタン、お願いします。ダメだよね。高評価入れてくださいだもんね。ダメだよね。ダメだ。高評価入れてくださいって言っちゃダメだよね。あれもね、YouTube も。言ってる人いっぱいあるでしょ。グッドボタン、高評価、グッドボタンお願いしますとね。チャンネル登録お願いしますはいいのかな。それはいいのかもしれないけど、グッドボタンお願いしますはダメだよ。だってそれを決めるのは見てる人だからね。だからそれをお願いしますっていうのは変だよね。うん。いいと思えば入れるし、じゃあ評価を入れてくださいはいいんじゃない。高評価を入れてくださいから、グッドボタンを押してくださいはダメだけど、評価は、できれば評価入れてもらっていいですかっていうのはいいんじゃないですか。いい悪いは別、どっちもね、悪いなら悪いで入れてください。いいんじゃないですかね。それはいいんじゃないのかな。どうなんだろう。ダメかな、わかんない。ね。なりすましですね。はい。ケース2。掲載店が投稿内容等をチェック。掲載可否を判断。ああ、これ、掲載可否できるのダメだよね。それね。掲載店による販売実績確認の際、投稿内容も合わせて確認し、低評価のものは販売実績なしとして掲載させないなど、販売店が投稿の可否に関与している。今後の対応として、公取協は次のような対応を行うことを公式に発表している。では、現在、二輪に関する事例はあるのだろうか。自動車公正取引協議会、二輪事業部の北沢冬樹さんは、冬樹さん、ね、ね、はい。元冬樹さんっていう方いらっしゃいますけどね。なんか元冬樹っていうとなんか、あれですよね。ちょっとこう、バイク、ね。ね。感じもしますけど。北沢冬樹さんですね。はい。現時点では具体的な情報はないとしつつも、今後は中古二輪車に関連するウェブサイトへの口コミ投稿の実態調査を行い、状況を把握する予定であることを明かしている。では、もし違反が発覚した場合はどうなるのか。消費者庁による調査の結果、違反行為が認められた場合には、景品表示法違反として消費者庁による措置命令が行われます。当協議会ではそのような問題が起きないよう会員に対してステマ規制に関する運用基準の内容の周知を図り、不当表示の未然防止を図っていきますと、ね。今回の規制にはグレーな部分もあるが、これについては実態調査結果や二輪中古車情報媒体者へのヒアリング等を通じ、問題発生の原因等について把握し対応しますと、としている。今回の法改正を受け、ステマ規制に関する運用基準を踏まえ、公正競争規約の改正に向け検討するとのこと。様々な問題が絡む規制であるため、当面注視が必要だ。ね。ということで、ステマ規制っていうのがね、始まるということなので、皆さん気をつけていただければと思います。誰に言ってんだろうね。だからほら。インフルエンサーとかいらっしゃるでしょ。だから私もダメなんですかね。ベルハンマーでくるくるとかやったらダメなんですよね。
ベルハンマーをこうねつけてちょっとくるくるします。熱を入れてね、これによって表面にあれですね、宣伝しちゃってるもんね、ダメだよね。でも何にももらってないんですよ私、お金ももらって自分で買ってねやってるでしょ、バカだね。だ自分で買って宣伝してどうすんだよね。意味ないよね。普通に輪免許に乗れる海外ブランド、ハーレーやトライアンフが加わり、さらに充実ということでございます。ね。ハーレーデビッドソンね。が、400cc のね、300何cc でしたっけね。出したっていうことで。はい。さあ、いろんなね、ありますけど、販売店に言われて嬉しかったこと、そうでないこと、あれこれっていうね、記事がございます。で、一応ね、写真がちょっと載ってるんですけど、まあ、写真はまずいのかな。多くのユーザーにとってショップとのつながりは欠かせないものであるはずだ。ショップからすれば、そんなユーザーたちとどのように接するべきかが悩みの種に違いない。タイミングやシチュエーション次第でユーザーの感じ方にも違いが生じてしまうだろう。そこでユーザー自身の体験から、良いも悪いも印象に残ったショップ側の対応や言葉について聞いてみた。ということでございます。はい。いっぱいあるんで、もうこの辺で終わりかな。許してください。ケース1、YS さん、24歳。事故後の親身な対応に感謝。CB400 スーパーフォアで颯爽と現れた YS さん。飛行機みたいな、なんだっけ ?YS なんとかってありますよね。はい。ね。関係ないね。関係ないね。これから高校時代の友人同士で、上高地までツーリングに行くのだとか。そんな YS さんの印象に残っているのは、事故を起こした時、完璧に修理対応してくれたショップの存在だった。事故にあったのは最近だという YS さん。近所だけど一度も行ったことがないというショップに修理に出したところを徹底的にチェックし、破損部品の洗い出しを行うなど、驚くほど丁寧な作業だった。その親身な対応がとても嬉しかったのだという。ツーリングに行く時には、それとなくオイル交換を進めてくれるし、頼んでない箇所もチェックしてくれたりと、かゆいところに手が届くサービスなんです。もう信頼しかありませんね。ショップにとって見てみれば当たり前のことをやっているという感覚だと思われるが、ユーザーにしてみれば、こうしたところにちょっとした嬉しさを感じたりするの。押し付けがましたのない対応であるところもポイントなのだろう。ね。はい。ケース2、KT さん。ね。はい。24歳。なんか24歳多いですね。感じの悪さに気持ちが萎えた。やべ、うちかな。うちじゃないの。違うの。少し遅れて YS さんの友人の KT さんが到着したので話を聞いた。このゼファーを買って以来、その店には全く行っていません。というので理由を尋ねると、キャブの調子を見てもらいたくて電話した時の対応が悪かったんです。はっきり言って腹が立ちました。とのこと。知識をひけらかすように、こうでなければダメと決めつけ、話を途中で遮る。しかも、このぐらいのことは理解していないとね、と、電話口でも相手の高圧的な態度を感じたという。感じたという。だから、もしそうは言ってないと思いますけどね。まあまあ、それはね、わかんないですけど、はい。最初は腹立たしかったのですが、話をしているうち、話をしてもこっちの言うことは否定されるので、なんかもういいかなと思うようになってしまったんですと、KT さん。顧客の気持ちを尊重し、話はしっかり聞く。そうすれば相手に、尊大な、印象を与えることはなくなるだろうね。はい。ねえ、ホンダ乗ってる彼はね、よかった。ねえ、で、同じ店じゃないでしょ、だから。ね、その買ったお店、ゼファー、せっかくゼファー買ったのにね、400でのね、違うのかな ?7 班かな、どっちなのわかんない。ね、せっかくゼファー買ったら高かっただろうしね。ケース3、OF さん、42歳。ね、欲しくて購入を決めていた。ご夫婦で現れた OF さん。あ、下はね、だから奥様かな ?OM さん。ね、O だからね。これあれだね、YS さんとか KT さんって言ったときは、Y が名字だね。そんな感じで、だって OF さんと OM さんだから。ね。ご夫婦で現れた OF さんの愛車は、トライアンフボンネビル T120。もともとこれが欲しくて決めていました。と、彼。ショップは自宅から少し離れていたけど、さらっとしたシンプルな対応がすごく良かったことから、そのショップで購入した。不満は一切なかったという。このようなスムーズなケースはそう多くはない。むしろ稀なケースと言えるだろう。ただし、奥様の方には何やら不満があるのだとか。奥様の方には、奥様に対してじゃないそれ。やばいよね、そんなのね。絶対ダメだね。はい。奥様は、ね、43歳ということで、もしかすると一つ年上なんですが、まあ学年はもしかして一緒とかわかんないですけどね。店員の言葉で火がついた。アブドゥル。ね。はい。はい。OF さんの奥様である OM さんは、この日乗ってきた SR400 とは別にハーレーも所有しているという、彼女が大型二輪免許を取得するにあたってはあるエピソードがあった。まだ免許がなかった頃。どんなバイクがいいのかもわからないまま、とあるショップでバイクを見ていた。たまたま展示されていたハーレーにまたがってみたところ、店員から、大型免許を持っているんですか?と聞かれた。まだバイクの免許は持っていません。と言うと、それじゃあ乗れないですね。と店員。
カチンと来たその瞬間、スタンドがずれていたことに気づかず、そのまま転倒してしまった。傷ついた箇所の修理代を払わなければならなくなったことに加え、免許がないと乗れませんという言葉が、あなたには無理というニュアンスだったことが、OM さんの心に火をつけた。そして数ヶ月後、OM さんは大型免許を取得した。結局、OM さんがハーレーを購入したのは別のショップだったが、ハーレーを倒したのはともかく、もしも OM さんへの対応が違っていたら良い顧客になっていたかもしれない。ただ、免許取ってないかもね。わかんない。これはね、タラレバだからね。そう、火がついたんだから。火がつかなかったら買わないかもしれないもんね。なんて。お前何言ってんだよって言われそうでね。ちょっと待ってくださいね。なるほど。これが OM さん。そしてこちらが、OF さんね。ご夫婦でね。これどっかのサービスエリアかなんかなのかな。はい、ケース4。TM さん。63歳。若いな。 TM さん63歳若いよ、この方。どうなんだろう、わかんない。はい。やっぱり気持ちですよ。ね。はい。ジクサー150に乗る TM さん。以前修理を依頼したショップについて話してくれた。スタッフの方はとても感じよく対応してくれました。でもその後、全く音沙汰がない。メールすら届きません。整備には一切不満はなかったが、一回程度の整備依頼では気にかけてもらえないんだ、との思いが募り、その店には行かなくなったという。ああ、私も多分、どうですかとか、メールとかね、いかがですかとか、ないですね。しない。ダメだね。来なくなっちゃうね、みんなね。今お世話になっているのは、近所の老舗ショップ。一度見てもらった後は、メールや電話で、その後どうですかと気にかけてくれる。この対応が嬉しくて、それ以降は付き合いが続いているという。今では奥様の原付と合わせ定期点検の案内はがきが必ず届く。またそろそろオイル交換の時期ですよと直接電話もかかってくる。自宅から近い方がバイクを持って行きやすいし便利ですよね。メンテのことを考えると絶対にその方がいい。しかもこっちのことを気にかけてくれるし、バイクに乗っている限りはずっとお世話になるつもり。やっぱり気遣いだと思います、と TM さん。同じように思っているライダーは多いと思いますよ、と語る。ね、営業で活動ですね、これね。はい。これ嫌な人もいるでしょ。そこなんだよね。これ微妙なんですよね。こう、なんかしつこいみたいな、かけてきたとか。ね。別に言い方ありますか、いかがですか、特に何もないですか、あ、会長で、あ、それは何よりでございます。もし何かあったらお気軽にご連絡ください。それではまた失礼いたします。みたいなね。それぐらいでいいんだよね。うん。メールでもいいしね。はい。はい。さあ、そんな感じでですね、あと、業界トピックとしてはね、保安基準を改正し、バイクにも、後面衝突警告表示等を導入ということでね、でございます。はい。いわゆるハザードが点滅するみたいな、ね、急ブレーキかけた時ね、うん。そういうやつですね。はい。そして、日本仕様モデル、YZ450FX、日本向け、サスセッティングで登場とかね、これはもう、競技者なんであれですけど、そしてオンオフ問わずに気軽に楽しめる1台、アドベンチャーモデル V ストローム 250SX が登場っていうね、はい、そんなことが書かれてます。小林由紀さんによる V ストローム 250SX 市場インプレなんてね、書いてありますけど、はい、いかがなんでしょうか。ね、V ストローム 250SX、どうですかね、ぜひ、お買い求めください。ね。ね、ショップ経営者が語る私の経験談、成功のためのケーススタディっていうのがありまして、まあお客様とのね、このあれから、こういう時はこうした方が、やらした方がいいんじゃないか、みたいな話です。はい。普通こうなんじゃないの？人によって違う普通の感覚ということでね。冬のある日エンジンがかからないとお客さんから電話。状況を聞くと朝出かけるのでバイクにまたがりいつも通り普通にセルボタンを押したけどかからないという。冬は時々同じ症状が出るとのこと。一度バイクを見てみないとわからないので車両を預かるためにお客さんの家に伺った。素晴らしいですね。家まで行くんだもんね。エンジンをかける際に何か特別な操作をしていないか確認すると普通にかけているとのことでした。その場でスタッフがかけたらかかりましたが、念のため店に持ち帰り再度チェック。でも問題なく始動する。プラグが黒かったので交換し、これで様子を見てくださいとお渡ししました。ところが数日後またかからないと電話がかかきました。再びお客さんの家に伺いバイクを引き取る際、今度はお客さんにエンジンをかけてもらったところ、なんとセルボタンを一瞬しか押していないのです。夏場は気温が高くガソリンが気化していないのでかかりますが、冬は状況次第ではプラグが被ってしまう。いつもそういう書き方なのか聞くと、普通はこうなんじゃないんですか？ポン。ね。ね。
との返答。これが原因でした。この一件で普通という言葉はわかるようでいてよくわからない言葉であり、人によって基準が違うことを実感しました。そのためお客さんにはそこをしっかりと説明する必要があることを感じました。今はその教訓を生かして普通のほかちゃんとしっかりと一応といった不明瞭な言葉を、お客さんとの会話では使わないようにしています。これはね、スズキのバイクをお勧めします。イージースタートシステム、スズキね。一瞬ポンと触るだけでセルが回り続けてエンジンかかりますから。これです。これはね、多分ね、スズキのに乗ってたんじゃないのかな。で、違うの乗り換えて、ね、これ冗談って話したんですかね。あんま相手にしないでくださいよ。はい。ということでね、そう。基本的にね、押すまで、かかるまで押す。ただ、ずーっと押してるのもダメなんですよ。そこの、その微妙なのがあるんですよね。ただ、ポンじゃかからないので、キュン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 、ブーン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 。はい。3分でわかる中古二輪車ビジネスのツボ、ショップ選びの時、多くのユーザーが考えることはね。はい。ね。はい。最重要詞は、やはり口コミだそうです。教習所のインストラクターに聞くという意見もあったそうです。ユーザーがバイクショップに求めるものとは何か、これから店を選ぶのか、あるいはすでに何件かの販売店を知っているのか、知っているのかによって意見は異なるものと思われるが、コロナ禍をきっかけとしたライダーの増加や、ここ数年におけるユーザーの思考の変化など、市況は変わりつつある。こうしたことを踏まえ、過去にユーザー取材を行った際に聞いたバイクショップに対する代表的な要望をいくつか挙げてみる。ディーラーだよ。もうとにかくディーラーで考え一番ね。もう、当たり障りないもん。何言ってんのこの人って思うかもしれないですけどね。ディーラーで、買いなさい。はい。1、外からでも店内の様子がわかる。ね。2、店内の清掃が行き届いている。3、常にこっちのことを気にかけてくれる。4、質問に対する的を射た、的確な回答。5、技術力が高く、作業内容等の説明がわかりやすい。6、店の情報を SNS を通じて常に発信しており、ネットでの評判が良いということでですね。はい。難しいね、これね。1も、2もないでしょ ?3 はないね、絶対ない。気にかけないもん。言っちゃ悪いですけど。気にかけるって難しいね。どうしたらいいんですかね。あんまりガツガツ行くのも嫌でしょ。そこなんですよ。バランスが難しい。その、こう。ね、スイッチ的にやっちゃダメなんですよ。デジタルはダメなんです。デジタル世代には向かないね。アナログ的なね。あ、今声をかけてほしいんだろうな。そこで、あ、何かありますかって ここなんですよ、ね。気にかけてくれるっていうね。そこなんですよ。だもうほら前もあったでしょ。気にかけてほしいっていうね。あ、もうそろそろオイル交換の時期ですがいかがですか。こういうことがね、だそういうお店、こう教えてくれればそこみんな行くのにね。なんで書いてくんないんだろうね。思うでしょ。ね、近くなじゃないかもしれないけどね。ね、質問に対する的を射た的確な回答、なんだろうな。まあ、わかんないですね。技術力が高く作業内容等の説明が分かれて、これも難しいですね。まあ、1から5は、まあ、うちにはないということで。店の情報を SNS を通じて、SNS は通じて、YouTube は SNS ですか？わかんない。SNS じゃないよね、YouTube ってね。だから違うのかな。ネットでの評判、どうだろうな。わかんないな。ネットでの評判ってね、信用できないんだよね。だって前もほら、あったじゃん。書いたじゃん。ね。だって、私行って、あ、ここいい、ほん、だって、例えば、師匠の場合だと、師匠とこだよね。評判低かったりするんですよ。ひどいよね。だって、私にとってはいいもん。そこなんだよ。そこなんですよ。だから、信用できないんですけど、ね。はい。まあ、いろんなね、ことがあるということで。で、飲食店を選ぶ際、これ飲食店ですよ。飲食店を選ぶ際、どのような情報から判断しますかってね。で、上からずっと行くと、1番、口コミ。2番、メニュー。3番、場所。4番、価格帯。5、外装、店内写真。そして、営業時間、その他。だから、もう、口コミが全てなんですよ。特に飲食店は。だから、飲食店で口コミがもう、ひどいの入れられちゃうと、アウトですよね。そう。だから、なんか、煮干しのお店が、煮干しラーメン、煮干しの、ね、ラーメン屋さんがあるんですけど、美味しい煮干しラーメンを食べたい方は、こちらでは食べない方がいいです、みたいな。まあ、800円から1000円なりをね、でね使うんであれば、ファーストフード店でね、食べた方が満足、その対価に対する満足感、満足度が得られます、みたいなのが書いてある。
なんだこれと思いますよ。ね。ほら、悪口の言い方してないけど、ね。いい、なんか、ちょっとこうね。ね。いい書き方してるなと思うんだけど、ね。はい。まあ、いろんなね、パターンがあります。はい。ね。はい。っていう感じで、はい。今回は、で、後ろはね、キムコのカタログ、ね。キムコのカタログで広告が入ってるということで、満足度が高いのではないでしょうか。はい。BGS レポートプラス。これは11月号ですね。もうね。2023年の11月。ね。11月号ということになります。はい。ということで、長々とお付き合いいただいた皆様、誠にありがとうございました。それでは。